レベッカ・アン・ラティマー・フェルトンは、アメリカ合衆国の作家、教師、改革者、政治家である。アメリカ合衆国上院に奉職する、初の女性となり、1922年11月21日に、指名を受け、その翌日まで務めた。87歳で上院入りした彼女は、最高齢の新人上院議員でもあった。 ジョージア州知事トマス・ W ・ハードウィックは1922年、トマス・イーワトソン上院議員の休止に伴い、次期上院議員総選挙の候補として出馬した。来るべき、補欠選挙で対抗馬とならないような否認名者と、彼が憲法修正第19条に反対したことによって、離れていた、女性票を新たに集める方法等を探っていた。 ハードウィックは1922年10月3日、フェルトンを上院議員に選定した。選挙後の議会再開予定がなかったため、フェルトンが上院議員として正式に宣誓する可能性はほとんどなかった。しかし、ハードウィックの意図に反して、ウォルター・ F ・ジョージが補欠選挙に勝利した。ジョージは1922年11月21日の 上院再開直後に議席につかず、フェルトンが公式に宣誓するのを許した。かくてフェルトンは上院に議席を占めた初の女性となり、ジョージが1日後の1922年11月22日に就任するまで報職した。彼女の在職期間は上院議員としては史上最短であった。彼女は上院議員としては最後の元奴隷所有者でもあった。 フェルトンは、作家や講師として働き、ジョージワ州カーターズビルに、また死去するまで同州アトランタに居住した。彼女は、カーターズビルの奥昼墓地に埋葬された。この国の女性たちが、議会に入り皆様と共に座るとき、今後数年間はごく少数に過ぎないかも、しれないけれども、私は、皆様に誓います。皆様は能力を獲得します。 皆様は完全なる目的を獲得します。皆様は高い愛国心を獲得します。そして皆様は無限の有用性を獲得するのです。から、上院での演説、1922年11月21日、罪悪に対する改革運動を組織するための説教に信仰心が足りないとき、迅速に犯罪を罰する。 裁判所に正義がないとき、あるいはこの国に純潔と美徳を守る力を持つ、成人男子が足りないとき、もしも、女性の最も大切な宝を貪欲な獣のごとき、やからから守るために死刑を必要とするのならば、私は断言します。必要とあらば、毎週千回死刑にかけると、-1897 年8月11日、ありがとうございます。